いいですか。いいよ。せーの。バン。皆様、どうも。ジャンゴ佐藤です。皆様お久しぶりですね。ジャンゴ佐藤、まあもう1年ぶりぐらいじゃないですか。1年ぶりに、元銀河チャンネル、ならぬ GG チャンネル、名前を変えて初登場でございます。ということでですね、私がいるということは、もう皆様ならお分かりなんじゃないですか。そう。ドッキリです。はい。ドッキリを今日はね、井上さんに仕掛けていきたいと思っております。で、何のドッキリなのかと言いますと、私、最近、最近、いや、昨日、見つけてしまったんですよ。なんと、井上さん、いや、ディケイトがトレンド入りしてたんですね、ツイッターの。はい。それでですね、ちょっと覗いてみますと、なんと次のライダーが、ピンクだと。そこでですね、ちょっとね、ディケイトに似ているらしきものをね、ちょっと見つけてしまったんですよ。はい。じゃあ見てみましょうかね。はい、これですね。これ、ドン。わかりますか皆さん。これをね、多分井上さん知らないと思うんですよ、まだ。はい、まだ昨日の今日なのでね、多分ね、まだ気づいてないと思うんです。なんでこれから撮影がありますんで、その撮影の前に、井上さんの入ってくるところからちょっとカメラで追って、これをいきなり見せたら、最初どんな反応をするのか、面白い反応してくれると思うんですよ。それを、このカメラで押さえたいなと思います。まあ今流行ってるね、ファーストテイクってあるじゃないですか、歌一発撮り。ならぬ、ファーストリアクション。はい。これを見た最初の井上さんのリアクションを追いたいと思います。それでは、井上さんが来るまで待ちましょう。バン！それでは井上さん、もうそろそろ着くみたいなんで、私たちは撮影の準備をしている風を装って、もうカメラを回していきたいと思います。お願いします。あ、もうここ持ってる時点で不思議でした。おはよう。おはようございます。おはようございます。どうしたんですか。おはようございます。おはよう。何どうした。いや何どうした。いやてかなんか、大好き。大好きじゃないですよ。え、あ、ジャンゴ佐藤。よくわかりましたね。いや、超久々じゃん。ジャンゴ佐藤ですよ。でも、ね、どうぞ中入ってもらって。全然なんでなんで。いや全然中入ってないんですよ。だってこんなことないじゃない。とりあえず中入ってもらって。だっていつもカメラ、ま、いきなり回すと俺変なことしかないよ。いやこの間変なお茶飲まされたしさ。いやもうあれ以来僕も反省してますから。どうぞ座ってください。まあ大丈夫。大丈夫ですよ。いや、なんもないわ。なんもないから。座りなさい。はい。まひろさん、なんか昨日なんかありました。打ち合わせ。あ、打ち合わせ、はい、特になんか別に昨日すごかったこととか何もないですか。何？え？何もないよ。あ、特に何もない。何もない。ああ、いや、全然いいんです。でちょっといろいろ井上さんに見てほしいものがありまして、うん、ちょっとこれ井上さんに感想を聞きたいなと思って。せーので見てください。せーので。ちょっと見てほしい。何？いいですか。いいよ。せーの。ピンクのディケイト。ピンクのディケイト。あ、何これ。それ何に見えます。ピンクのディケイトですよね。ピンクのディケイトに見えますよね。え、ピンクのディケイトじゃんこれ。ディケイトに見えます、やっぱり。え、ちょっと待って、右下にバンダイってマークがある。まさ、え、これ何。え、俺、はい、え、誰かが作ったとかじゃないよこれ。まさ、それバンダイさんの、あ、バンダイさんっていうか東映さんの公式です。実は次の仮面ライダーなんですよ。 What's happening? ちょっと待って、え、これが昨日発表された。それが発表されて、なんと、まぁ、ちょっとね、第一印象のようにディケイドに見えましたよね。いや、ディケイドじゃんこれ。なので、ちょっとツイッターにディケイドもトレンド入りしてたんですよ昨日。え、これディケイドじゃないの。ディケイドじゃないです。ディケイドの新しいフォームじゃないです。え、何？
え次の仮面ライダーです。セイバーの次の。いやこれはえめっちゃピンクじゃん。めっちゃピンクです。えどうした。えちょっと今日はねその反応を取りたくて。えごめんちょっと情報量多すぎて分からん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 。これは名前があるちゃんとした。あありますあります。なんだと思いますちなみに。仮面ライダー、ピンクディケイド、サメフォーム、うん、こっちがピンクディケイドでサメフォーム。え、これね、これが左がピンクディケイド、サメフォーム左がピンクディケイド、サメフォーム右が、ピンクディエンド仮面ライダー、ディバイス。普通だね普通なんですよ。え、てかさ、うん俺が間違ってたかもしれない。何が？バンダイさんは、うん、ずっとピンクピンクって言ってたじゃん。言ってた。ピンクに箱、ピンクに箱って言ってました。ピンクだったのかもしれないね実はピンクじゃないマゼンタじゃなくて、ピンクじゃないマゼンタじゃない、ピンクだね。ピンクじゃないマゼンタだじゃない、ピンクだややこしいこれが実は次のね仮面ライダーなんですよ。だからこれをちょっと井上さんが見たらどんな反応するかなと思って今日待ち構えておりました。めっちゃいい反応したんじゃない？ということで今回のドッキリは井上さんの次のライダーを見てどんな反応するかドッキリ THE FIRST REACTION でした。イエーイ。じゃあこれはびっくりするわそうなんです。え今日の撮影これで終わり？いやこれ実はまだありますよ。それはさすがに、さすがにこれだけで呼ばないですよ僕も。なんだよ今日も。何今日何ぞ。あそうだね、ちょっとこっちもあの大事なお話なんですけど、うん、まあその井上さん、まああの先週ピンクの特撮を出したじゃないですか。どうした？何出したか覚えてます？覚えてるまああのレビューしていただきましたよね、ざっくり言うと。したで、そこで、あのその動画が跳ねたら、再生数が良かったら、何か公約をしましたよね。いったということで、今日はその撮影を。そんな伸びたの？はい、ありがたいことに、あの普段の再生数よりもよくよくあの Google 先生にも褒められたのであの井上さんに約束通り、あの1週間あの、まあ、週に2本出てるじゃないですか。その1週間のうちその2本をレビュー動画にしてもらおうかな。ええー、またあれやんの俺。はい、ガム系 YouTuber 井上雅宏。ガム系 YouTuber またやんの。ガム系 YouTuber 井上雅宏2本続けてレビュー投稿イエーイ決定ということで最初のレビューを今日今から撮影したいと思います。なるほど、はい、どの流れでいくの。いきますよ、もう紹介しますね、うん、最初にやってもらうレビューはこちら、じゃじゃーん、ラブパトウィン。ちょっとこれはふざけ、これはめっちゃ可愛い。これはふざけ、全然関係ないでしょこれ。これすごいんだから。え、これこれレビューすんの？これレビューしてもらいますよ、ラブパトウィング。まあなんかいい感じに新しい仮面ライダーの変身だってことじゃないよね色味全く違うよねこれね。色味全く一緒だな。超一緒だけどこれ違うよね。これリバイスビングだなこれ。あ、まあ、ということで次はね、まあ、次の動画こちらで井上さんに遊んでもらってレビューしたいと思います。はい、ピンクのディケイドピンクのディケイドこの動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。